者へようこそ最近思うんですけどバイデン大統領って本当は中国のことが大好きなんじゃないのかなってというのはまずこのように中国の名前を呼び大大そしてこの間のスピーチでは珍しく中国を褒めていたんです <laughs> Ohare Airport, blindfold in the middle of the night. And took you into one of China's airports, blindfold in the middle of the night. And said, Where are you? China or the United States? you probably think the Chinese airport was ours. It is so modern. So different. 自分のインフラ投資法案を推し進めるために中国の名前を挙げたみたい法案を進めれば現代化した中国の空港を超えることができると言いたいために中国を出しにしたということですねさらにアメリカは中国や他の国に追い越されるのではなく追いつきリードするのだアメリカにできないことは一つもない 世界の他の地域と競争できないことはないとまで発言しています常に競争や脅威論といって他国を敵視する代わりに世界をリードするぞ的な発言を口にするんですねそのロジックならアメリカこそが全世界の脅威なんじゃないのでも他の国はアメリカが強いからって手を携えてアメリカを制裁しようアメリカを敵視して追い越すんだ なんて言ったことはないですよねどうせ言い間違えるならアメリカを中国と言い間違えるシーンが見たいですね中国にできないことは一つもないってバイデン大統領の口から出たらどんなバタフライ効果が起きるんでしょう中国が頑張って経済とインフラを成長させるのは国民の生活水準を向上させ平和を保障できるようにすることが目的でアメリカとは一切関係がありません だからアメリカは安心して被害妄想をやめていいんですよ大統領さんは最近絶えず中国への制裁を仰っていますよね、うん、でもなんでアメリカと NATO が原因で勃発したロシアとウクライナの衝突に中国が制裁されなきゃダメなのアメリカの言いなりになっていないからうーんあまりにも理屈が通っていないからアメリカの財政部長だって 中国は軍事的支援をロシアに提供していない限り制裁を加えられる必要はないと言っていますそしてニューヨーク・タイムズもウクライナ情勢に関しては全ての国が西側と同じ立場にいるわけではない中立派もたくさんいます西側国家の民衆は全世界がプーチンを敵扱いしているイメージを持っているが事実はそうではないと伝えています 自分たちの過ちを他国になすりつける時間を問題解決に使ったらどうでしょうかあ、あと、中間選挙に影響が出ないように言い間違いはほどほどにね。